みなさんこんにちは、ねねきけチャンネルのねねです。きけです。なんでこれいるの？あ、とりあえずこれに全部出した方がいいや。今まで取った天然石をこれにデコってみたいと思います。イエーイ。よし、じゃまず全部バーっと、はい、いろんな遊園地とかでね、宝探し。すごいよね、天然石って。はい、どうぞ。じゃあ、これは今日取って。今日？これで。違うでしょ？あ、キキ、こっちに入れてちょうだい。これすごいよね。鍋が入ってるみたい。鍋入ってるやね。入ってるやね。全部出し終わりました。はい、ですので、じゃあこのフォトフレームにデコレーションしていきます。はい、その前にボンド使うから軍手つけますよ。キキも座ってちょうだい。軍手っていうの？そう、ね、それちっちゃいんだよ。どうしてこれさ、うん、滑り止めついてるの？滑らないよ。そう、物持った時にさ滑んないようになってんだよ。親指やねね、オッケー、はめれた？ちょっと待ってね。オッケー、ギュッギュッギュッ。よし、準備完了かな。ボンドで、あ、ボンドを塗っていくから、その上にねねとキキは石を置いてって、好きなように。ちょっとねねのから乗せてね。とりあえずこの辺でいいかな。このボンドのある部分に置いてって。キキ。すげえいっぱいだ。ねえ。キキキ、こっち置いて。すごいよ。本当に。重さがしかも。あ、待った待った。ねねもう完成だ。あ、すごーい。あ、キキオッケーオッケー。あんま大すぎるとさ、石がダメになっちゃう。ほう、ねねの見ないでやりなさい。集中だよ。キキママに石触らないで。キキ待って、ダメ。本当にお姉ちゃんのお姉ちゃんのやらせてあげて。キキキキ真ん中くれば。あ、そうだね、うん、それがいい。もうキキ邪魔するし。よし、うん、ねね一生懸命。うわー、よし、助かった。これどんなパワー持ってる？スーパーパワー。あの石一個一個に意味があるんだよね。うん、出ない。出るよ。出る。キキ、お姉ちゃんすごくない？うん、まだ本当だ、だって。あ、穴開いちゃった。ん？ああ、大丈夫だ。もう穴開いちゃったんだ。ありがとうございます。なんで真ん中に？あ、こっちおいで。ほら、ママの方でやる。初めて宝探しやったのどこなんだ？コスモワールド。いや、違うよね。東武動物公園か。あ、か、読売ランド。あ、読売ランド違うな。東武か。東武はね、クレヨンしんちゃんだと誰が好きなの？え？ねねちゃん。それ何？ねねちゃん。名前が同じだから。何それ聞いて。ボンボ。ボンボ。ボンボ。今誰の番組だね。ジューシー。注射やる？いやいや。はーい。どうぞ。お願いします。どうぞ。あ、すみません、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。頭楽ですか？あ、そっちの心配ね。頭はやばいですよ。小学校で先生の時ボンドいる？もう起きていいですか？あ、ボンドとか使うよ。この木工用ボンドっていうのよく使ってよ。ママ、うん、ほら、思った。図工とかっていう時間があるの。図工？こういう制作をする図工授業がある。図工。今こけた。こけてねえわ。言ってこけるわけねえし。そうだね。ねねの先生、電車でヒカキンに会ったことあって。あ、そうなの？やっぱすぐわかるのかな。ん？
いいですか。もっと近くで。ねねできた。できた。よし。待って。ねねがこれです。かわいい。かわいいし綺麗だね。もう一個一個の石がさ、本当さ、素敵だよね。暑い？よし、じゃあしばらく乾かします。しばらくって30分だ。いや、1日明日まで置いた方がいい。これ結構乾くの時間かかるから。天然石が出来上がりましたので、こちら見せてあげます。2日乾かしたね。でーでー。わー、すごい。しっかりくっついたね。また見てね。バイバイ。皆さんもこれ作ってみてください。Twitter、Instagram、TikTok もやってみて、ぜひぜひ見てください。また見てね。バイバイ。